はい、皆さんこんにちは。来ているうちに楽しいこと、好きなことを、同世代応援 YouTuber カズミンです。なんかね、映ったのかな熱っぽいというか、しんどいというか。で、今日の最低ね、今朝の最低気温が何度やったかっていうのをまた見たいと思います。現在、10時ちょっと前ですね。今日気づいたらもう10時になってて、曇ってるかなと思ってたんで、そんなにこのね、ハウスなんか上がってないと思ってたら、まあまあ上がってはなかったです。20度ぐらいですね。ちょっと30度ぐらいまで上がってるとね、やばいんですけど。で、そして今朝のね、最低気温、最高気温が29度ですね。この29度は昨日になるのかな？一日ですからね、昨日のお昼の気温が29度だったみたいな感じです。中がね。で、外が19度、18度ぐらいです。20度ぐらいですね、ちょうどね。で、最低気温は、0.2 ぐらいしか変わんないですね。やばいですね。これ 0.5 とか 0.2 しか変わらないということは、ハウスの中もね、外もね、そんなに変わらないということです。変わるのは、風が直接当たらない。でもね、この間ちょっと聞くことがあって、陸地に直接当たることが凍ることになるんじゃないかなっていう話があって、で、まあ、アイオニウムでも、まあ、ある人の動画を見てると、ここら辺よりもね、雪が多い地方でも、下に、こう、銀色のね、保温のシートを敷いた上にアイオニウムを置いて、その上からまた、不織布とかプチプチとかをかけてみたいな感じで、で、もう、なんていうかな、段ボールとか、なんでもいいからもう防寒を、巻けばいいというか、しっかりと防寒かな、冷たい空気や冷たい風が当たらないようにしたら、なんとかいけるよって、水も切ってねっていう話を言うてはったので、でもまあちょっと今年は、怖いというか、自分自身もまだね、こんな感じでアイオニウムも数鉢しかないので、まだまあ家に入れられるとは思うんですけど、やっぱりこの家に、入れて、これから増えていくと、どうしても、外にね、結局は最後は、置かなきゃならないっていうことになると思うので、なのでやっぱり徐々にね、外に慣らしていく、この、冬の季節、うちらのこの地元の冬のこの気温に慣らさせていくっていうのが、いいんじゃないかなって思います。でもダメになったものはもう育てられない。そういうのはもう室内で育てるしかないですけど、でも比較的そういうのはもう買わない。買わないようにするっていう風な感じで、自分で育てやすい、ね、品種、育てやすい、苗をね、育てていって、で、増やしていって、で、まあ、私とこみたいに、その、豪雪地帯でっていうところでも、育ちますよっていう多肉をね、発信できていたらいいかなと思ってます。はい。そしたら今日の多肉はこれにしましょうか。はい、じゃん、ゴーラ。これはね、宇宙のなんだかな、宇宙のなんとかっていう名前がついてたんですよね。でもまあゴーラムじゃないかなと思ってるんですけどね。ゴーラムはこんな感じですねこれね、100均のゴーラムでございます。プリプリ。なんか100均のゴーラムをね、3つぐらい買って、こういう風にね、育ててたんですけれども、これはね、夏に非常に強くって、冬はね、弱いらしいです。なのでこのハウスの中にね、ハウスインハウスの中にね、入れてるんですけれども、はい、このゴーラムね、寄せ植えにするとね、めっちゃ面白いですよね。かっこいいって言ったらいいのかな。なんかこう、不思議ちゃん多肉ですよね。うん、私はね、好きです。こういう形のやつ好きです。またね、お育てて、こういうの株分けとかね、葉差しとかどういう風にするのかちょっとわかんないんですけど、来年ね、今年はもう冬でね、この品種も弱いって聞いてるので、来年の春以降ね、いっぺんやってみようかなと思います。ただね、ここちょっと一個転がってるんですけど、でもね、根っこ出てる？あ、出てます。ほら、出てます。なので、葉差し行くみたいですね。はい。というわけで、今日の多肉は、ゴーラムです。
はい、そしたら今日一日ねちょっと曇りになったり天気お天気だったりの、気温なのですが、今から扇風機をつけてまたね夕方まで、起きたいと思います。そしたら昨日作業していたものを皆さんに見ていただいて、そんな感じでねリース作業してました。でこれまたね、イベント等にね持っていくと思いますので、ぜひね見かけたらね、欲しいと思ったら買ってください。それでは今日はここまでになります。皆さんまた明日会いましょう。バイバーイ。